んだけど、もう丸一日ガタガタ言ってるよ。燃料とかもほとんどないし。とりあえず不時着に成功しただけでも上出来だよね。グニルの秘蔵シャンパ。おいおい、飛空艇なら下降室場まで一番早く行けるとかなんとか言いながらこのざまかよ。海に落ちなかっただけでもよかったわよ。んで目的地の下降室場までは2日くらいだ。軽装で構わないからすぐにも出発した方がいい。魔臭閣下の状態にもよるが。アメルダ、魔臭は大丈夫なのか？もう起きて歩けるようになっては。魔臭は体の方が大したこと、立ち直るのにどれくらいかかるかわからないけど、このボロ船。そうだな、魔臭を担いででも加工室へ連れて行かなきゃ。まあ、ちょっと待って、飛空艇の修理もあるし燃料も補給しなきゃならないのに。心配ない、アンジェリカ閣下。ここはすでに加工室領内だ。飛空艇が海面から高速緊急着陸した時点で。何者だ、敵軍か？ああ、王国守護者様でしたか。まあ、本当に頼もしい。兵士諸君、ご苦労。こちらは下降室場の客人だ。王国守護者様、お許しください。今はお客人をおもてなしできる状況ではないので。この地にもすでに敵が来襲しているのです。直ちに国境の前線で部隊を指揮してください。敵はレーゲンブルク帝国の炎症の魔導士。なんだと。水星と原初の魔剣の騒ぎに巻き込まれたと思ったら、今度はカコンシスとレーゲンブルクの戦争か。でもとにかく飛空艇の整備はしなくちゃ。手伝って。それはそうと、ジェシカ先生に教えていただいた歴史ではレーゲンブルクは連邦国家だったんじゃ。どうして帝国になったのかしら。そこ重要じゃないから。ともかくまずはちょっと休んでそれからにしようぜ。俺、荷物を片付けてくる。アメルデはマシューを呼んできてくる。あれ、船内が騒がしいから見に来たんだ。何かあったのかい？マシュー、私たちはカコンシス領内に着いたのよ。王国守護者はすでに前線へ向かった。お前が回復するまでは俺たちは。俺はもう大丈夫だ。俺たちは今王国守護者の仲間になったんだろ。となれば俺たちだって知らん顔で傍観し。マシュ、でも。まあ、さっきまで立ち直れないんじゃ。これでまた冒険が続ける。珍しく、アンジェ。大丈夫そうだから船の修理に戻るわね。なあマシュ、お前その問題ない。剣が折れていても魔剣の力が失われていても俺はこの剣を。もう心配して損しちゃったわ。まあ、マシューの剣が折れていても大丈夫よ。私と聖剣ラングリッサーがみんなを守るから。お前らみんなすっかりやる気モードだな。そんじゃ、今まで通り武器を持って出陣だ。マシュ、出発の号令を。目的はランディウスたちと同じ、カコンシス王国を守ること。剣中軍、出発だ。クロテール様、
軍はご命令通り加根市領内を着実に前進しております。今のところ王国軍の抵抗は散発的なものにとど王国守護者の不在は予想通りだったが、ここまで来ても加根市王都の主力部隊が出てこないのはなぜだ。ローゼンシル陛下の偉大なる計画を達成するためにも。沿道の全ての村をですか。私の命令に従えぬと。あ、いえ、しかし、そのような干渉は帝国兵士としてふさわしくないぞ。まあいい、女王陛下のお慈悲だ。村を焼く前に民を追い出すのだ。はい。一気に突入するのが目的ではない。イルーシア摂政の主力部隊をカコンシスから引き離さなければ、ヴィンセントと奴の推奨翼兵団が、王都の手強い衛兵たちと、いずれにせよ我々はローゼンシル陛下のために。カコンシスを奪うなどという愚かな夢はそのくらいにしろ。こんなに早く戻ってくるとはな。王国守護者よ、いきさつは知らんが、激しい戦いをしてきたようだな。見たところ馬も疲れきっており、兵も足りない様子。そのような状態でローゼンシル女王の先鋒を止められるとでも思っているのか。たとえ守りが私一人であっても、この美しい国にこれ以上踏み入ることは許さぬ。正義と慈悲の光の女神が、光の女神が本当に慈悲の心を持っているなら、この荒廃した世界を見ろ。太陽が光り輝く加根室の他に、レーゲンブルクの民が命をつなぐことのできる場所がどこにある。光の女神が本当にお前たちの味方だとしたら、命くらいは助けてもらえるよう祈るんだな。
追いついたぞ。間に合った。魔州閣下。加根室の援軍か。これは計算外だったな。しかし我が敵はあの偉そうな奴か。見ろよ、あの大げさな紅水晶の飾りを。初対面だけど人の国に勝手に入ってくるなんて。よし、作戦開始だ。王国守護者を援護して。ほう、了解です。じゃあ僕のこ。ほう。さっさと消えろ。不敬な。違うメロディーを奏でてみようか。準備完了です。了解。ご指示は？アイリスに任せて。了解です。周辺の5つの風向きから見て火星が戦場にまで。問題ない、火は我々の味方だ。奴らに帝国人民お前というやつ。おいおい、火が迫っているのにどうしてあいつは平気なんだ。まさかあいつ炎の中で戦う気か。弱き者は炎を恐れる。しかし私が恐れるのは女王の憤怒の炎のみ。うん、違うメロディーを奏でてみようか。準備完了です。消えろ、不敬な。じゃあ、僕のコンサートへようこそ。了解。決着をつけよう。準備完了です。了解です。ご指示は？今こそ進軍の時。
のコンサートへようこそ。ふん。やあ、僕のコンサートへようこそ。まさにパーフェクト。準備完了です。違うメロディーを奏でてみようか。了解です。ほう。了解です。了解です。準備完了です。頑張るからね。準備完了です。僕のコンサートへようこそ。準備完了です。ご指示は？愚かな。了解です。ご指示は？油断めされるな。ご指示は？今こそ進軍の時。違うメロディーを奏でてみようか。
了解。ほう、愚かな。了解。僕のコンサートへようこそ。アイリス、頑張るからね。了解。うん、違う。ご指示は？メロディ。ご指示は？やあ、僕のコンサートへようこそ。ご指示は？うん、違うメロディーを奏でてみよう。王国守護者とはどこの馬の骨ともわからぬ坊主よ。私一人でお前たちを殲滅するのはやはり無理なことか。くそ、炎が奴に近づけない。クロテール、逃げる気か。エルサリアの剣中軍諸君、今日ここでお前たちを焼き払うことができないのは誠に屈辱的なことだ。だがまたすぐに会うことになるだろう。その時を楽しみにしておれ。ふん、次は逆にあんたを焦げ焦げにしてやるわ。くそ、あの火遊び野郎逃げやがった。まず防衛隊を至急派遣して火災に巻き込まれた村人たちを救出しなければ。それから私は部隊を率いて王都へ。分かった、じゃあ俺たちもすぐ加根室城へ向かおう。